韓国航空宇宙研究院韓国航空宇宙研究院は大韓民国の航空宇宙開発研究を担う未来創造科学部参加の公的研究機関。主な研究所は大田港域市の大徳研究開発特区にあり、社長としてラロ宇宙センターを保有する。1981年設立。1989年から本格的に活動を開始しており、 韓国では1989年10月10日おかりの設立年としている。1990年から一段固体燃料ロケットの KSR-1 の開発を開始し1993年に打ち上げている。1997年と1998年には KSR-1 を発展させた二段ロケット KSR-2 の打ち上げを成功させている。 1997年12月、将来に人工衛星打ち上げ能力を保持するために液体酸素、ケロシンロケットエンジンの開発を開始し、2002年にこの韓国発の液体燃料、ロケットエンジンを使用した KSR-3 の打ち上げを行った。ロシアのクルニチェフ国家研究生産宇宙センターなどから技術援助を受けて、 韓国初の人工衛星打ち上げ用ロケット、ラローとラロー宇宙センターを完成させた。ロケットの革新部分である一段目には、アンガラロケットの RD-151 エンジンが使用されている。2009年8月25日に、ラロー1号機をラロー宇宙センターから打ち上げたが、搭載衛星ストサット -2A を覆うフェアリングに不具合があり軌道投入に失敗。 2010年6月10日にラロー2号機を打ち上げたが発射137秒後に爆発し搭載衛星ストサット -2B も失った2013年1月30日にラロー3号機でストサット -2C の軌道投入に成功したこの打ち上げは韓国のロケットで人工衛星の軌道投入に成功した初の打ち上げとなったロシアとの契約により この打ち上げでラローの運用を終了した。2010年からラローの後継機の塗りの開発が始まっており、2021年に初打ち上げの予定である。韓国は KSLV-2 が完成する2021年まで独自に運用する衛星打ち上げロケットを持たないため、人工衛星の打ち上げを外国の宇宙機関や打ち上げ企業に依存している。 アリラン衛星シリーズを例に挙げれば、1999年に多目的衛星アリラン1号をアメリカのトーラスロケットで2006年にアリラン2号をロシアのロコットロケットで2012年にアリラン3号を日本の HEA ロケットで2013年と2015年にアリラン5号とアリラン 3A 号をロシア・ウクライナ・カザフスタン合弁のドニエプルロケットで打ち上げた。 韓国科学技術部士官の韓国宇宙人排出事業で2008年4月8日にリソケンがロシアのソユーズトママイナス -12 に登場し4月19日まで国際宇宙ステーションに滞在した彼女は韓国人初の宇宙船搭乗者となった彼は無人機や高高度飛行船次世代多目的ヘリコプターの開発を行っている彼の予算は 2015年度で約4930億ウォンである。ありがとうございます。